由来サガンは、スロバキア、ジリナ出身の自転車競技選手。弟のペーターサガンも同じく自転車競技選手。2007年、デュークルトレンシンメリダでアマチュア選手として活動を開始。2009年には、GP ボカで優勝を果たす。2010年にペーターと共に、リクイガスドイモと契約を結びプロ転校。ジロゲルベネトで6位と好成績を出す。2015年、 ロシアのチーム、ティンコフ・サクソニー籍。2017年は、ティンコフ解散に伴って、ペーターやラファウ・マイカなど、チームメイト数人と共にボーラ・ハンスグロウへに移籍。同年、念願のグランツールへ出場するも、南韓山岳コースの第9ステージで、制限時間をオーバーし、リタイアとなった。2010年からずっと同じチームで走っている。 2017年シーズンはペーターが出場するレースのほとんどに帯同するほど、ペーターにとっては心強い相棒であり、アシストでもあり、兄でもあるという、これ以上ないほどの信頼を得ている。その信頼関係の証として、スロバキア選手権の2連覇をペーターがアシストした。ツールドフランス埼玉クリテリウムに兄弟揃っての出場経験がある。 2009年、2010年、2016年、2017年、2019年、2020年。ありがとうございます。